はい、どうも、さくらさきです。さあ、本日はですね、まあ、昨日来たイベントの方、皆さんと一緒に確認していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。さあ、まずですね、こちらでございます。全世界1億ダウンロード超感謝キャンペーンということで、まあ、ニカがね、登場したわけなんですけども。ですね。というわけで、いろいろちょっと見ていきましょう。で、ニカが登場したんですけども、生放送ダイヤ。生放送ダイヤがあるんですけども、これね、5日間ログインすることで、まあ、250個もらえることができます。そして、そしてですね、さらに豪華アイテム、ログインボーナス、アイテム交換所もあるんで、まあ、それはね、皆さんと確認していきたいと思います。そして、週内で報酬が変わるイベントミッションっていうのも開催されまして、いやー、神獣ヤマト以来だね。神獣ヤマトの時も開催されてましたから、まあ、早いですね。で、さらに、お台場イベントで、ルフィとキッカとローのメダルが、イベントメダルが来たということで、だから、つけるかつけらないかは、まあ、言うんですけど、まあ、つけるかつけらないかの重要性についても後で、解説していきます。というわけで、いいですね。はい、ニカがね、登場してね、ダイヤ、そうですね、これを回していただいて、まあ、ニカをゲットするって感じなんですけども、そして皆さん、こちらはね、毎日引けますんで、毎日3個で引くことができます。これね、まれにね、星音が当たる可能性もあるんで、ぜひもゲット、皆さんも1日1回回してみてください。今週ね、課金できる方はチケットの方もあるので、チケットの方でも課金してください。で、さらにね、1日目のログインボーナス、まあ、俺僕もやっちゃったんだけど、レジェンダリーキャラのバウンドマンのログインをゲットできるチケットでございます。で、右上の位置にはね、保証が2台ゲットできるんで、まあ、そこまで。そしてですね、日曜日の、ワンピースのアニメ、終了と同時に、まあ、このね、ガチャ回せるんで、この無料ガチャ、一回だけ回せる、毎週一回回すことができるので、まあ、これをね、回しましょう。あとですね、さあ続いてですけれども、バウンドマンの公開イベントということで、バウンドマン公開イベントということで、バウンドマンを、バウンドマンをですね、育てますと、育成すると、なんか豪華報酬がもらえるんですよ。そこにもいいですね、レベル80で、もう充電がありますね。うん。で、メダルはですね、ブースト、キャラブースト、21枚以降の可能解放なんですけど、それ解放するとダイヤが1個ずつもらえる。解放するによってダイヤが1個もらえるって感じですかね。あ、もうここではどうでもいいか。続いてガチチャレンジなんですけども、今回ね、超ガチチャレンジだったんで、あといつもはね、80レベルとかで、ね、固定されてると思うんですけど、今回100レベルということで、いやー、すごい。皆さんもね、まだね、育ってないキャラとか、で、使いたいけど、まあ、80レベルになってないとか。でもね、これね、100レベルで挑戦できます。やってみてください。
にメダルなんですけど、メダルショット見ていきましょうか。メダルショット皆さんと一緒に見ていきましょう。今回の落とし物はね、このルフィメダル、3センチのルフィメダルはお宝岩にいるときにクレーターレベルが3パーカーでした。そしてキットメダルはですね、クリティカルが発生したときに火力が3パーカーでした。そしてルーはですね、自分がお互い出しをしたときにスキーチの正解が発覚でした。いやはい、というわけで皆さん、皆さんが、もしね、このキャラ持ってたらね、まあ、人形カードなんですけど、人形カードを持っている方はですね、ローメダルをつけてください。ローメダルつけると、まあ、スキーチがね、めちゃくちゃ楽しくさ、することができるんで、人形カード自身のメダルと、こいつを組み合わせる、ローのメダルを組み合わせるときに、スキーチがね、めちゃくちゃ楽しくされる。で、ルフィメダルはね、ルフィカード持っても持ってなくても、設置方がいいです。ルフィに関してはタグが多いんで、めちゃくちゃ多いんで、ゲットした方がいいです。ルフィに関しては。あとで皆さん、シャンクスと、ウダの父親メダルの、やつとゴールドメダル。この2つはですね、明日までですね、明日の1時までなんで、確実に、今、生成できる分は生成しちゃってください。選ぶんかな星級にできる方は星級にしちゃってもいいと思います。というわけでね、見ていただきありがとうございました。というわけで本日の動画は以上となります。この動画がもしよかった方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。というわけで、バランスよしね、今後とも、少し一応くらいあるので、おめでとうございますということで、本日の動画は以上となりますので、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。